細菌性ではない室外前、活液方炎室外前、活液方炎、または、室外粘液種とは、室外骨上に、腫れと痛みを生じる疾患である。通称女中膝。室外前活液方の炎症によって引き起こされる。室外前活液方とは、活膜を伴う活液方の一種で、皮膚と室外骨の間に位置する組織である。この滑液方は、機械的な応力や、 摩擦の結果として乳幼児期のうちだけ発達し、以後は摩擦を軽減したり、膝関節の可動範囲を最大にするために働く。細菌性ではない室外前、活液方炎は膝を曲げた姿勢を頻繁に取ることによって起きる。そのため、女中膝の別名がある。室外前、活液方炎は女性よりも男性に多く見られる。普通細菌性ではないが、 最近の感染による場合もある。後者が見られるのは、ほとんどが子供か免疫力の弱った人である。通常、最近性でない室外前、活液放炎は控えめに治療されるが、症状が重い場合は、ヒステロイド性抗炎症薬が、経口投与されるか、ヒステロイド性抗炎症薬が注射される。下下手術が必要になることも、稀にある。急性の活液放炎は、 気づかずに行ったり放置していたりすると慢性的なものになり得る。ありがとうございます。